ウィリアム・ブルース・デイビスはカナダの俳優、監督、トロント出身。父親は弁護士、母親は精神科医。子供の頃から舞台やラジオドラマに出演していた。トロント大学で学んだ後、イングランドに移り、ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・アンド・ドラマティック・アートで学ぶ。その後5年間はイギリスで舞台演出等を手掛け、ロイヤル・ナショナル・シアターにて、 ローレンス・オリビエの元、アシスタントディクターとしても働いた。カナダに戻ってからはイングリッシュアクティングセクションなどで舞台監督となる。テレビドラマ X ファイルのシガレット・スモーキング・マン役で有名。第7シーズン第15話旅ではシガレット・スモーキング・マンをメインにしたストーリーで脚本を執筆している。映画 j サイレントボブ帝国への逆襲には同じ役で 亀を出演している。ただし、1970年代からすでに禁煙しており、劇中で知っているのは、ハーブの葉を巻いて作ったまがいもののタバコである。また、カナダガン協会のスポークスマンも務めている。会議主義者であり、サイコップの会員でもある。趣味は、水上スキー。ありがとうございます。